前回と同じくドキュメントファイルじゃな。映し出すぞ。お願いします。私のフルダイブ不適合症状は過剰適合と呼ばれる種類のものらしい。 VR 機器とノートの間でやり取りされる信号が伝わらないのではなく、伝わりすぎることによって感覚が過剰に反応してしまうのだそうだ。自分の場合、視覚に対するマスキング効果がうまく働かず、オブジェクトデータやそれを動かすためのコードが丸見えになってしまったりする。まあ、この話は以前に風花から聞いたな。トラップにかかっていたクラインさんを助け出した時ですね。現在のところこの症状を完全に解消する手段はない。もちろんゲームを楽しんだりもできない。でもこのテストルームでいろいろな体験をすることができた。私の目はプログラムのバグや不具合をいち早く見つけ出すことが可能であるらしい。場合によってはその原因を特定することさえも足かせとしか思っていなかった。この体質が誰かの役に立つこともあるのだというのは新鮮な驚きだった。スタッフさんやネージの手を借りてではあるが、バグ修正や破損したデータの修復も何度か成功させた。本来なら高度な専門プログラムや高機能の AI じゃないとできない仕事だと褒めてもらえた。テストプレイヤーじゃなく技術者としてうちに欲しいくらいだなんてことも言われる。お世辞だとしても嬉しい。みんな仕事に熱意があって親切で、人見知りを自認していたのだけれど、ここは居心地がいい。毎日がすごく楽しく感じられる。このアルバイトを引き受けてよかったと思った。ふん、結構なことだ。俺たちの役に立つような話でないことを除けばな。余計な口を挟まず続きを確認しましょう。今のところ目立った効果は上がっていないものの、過剰適合への研究対策も進められている。あちこちを渡り歩き、この目に VR ワールドがどう映っているのかレポートするのも仕事の一つだ。今日いつものように VR の世界を散策していた時、私は小さな、ほとんど原型をとどめていないジャンク同然のオブジェクトデータを見つけた。それ自体はよくあること。私の目は私の意思にかかわらずデジタルデータを直視してしまうし、 VR 世界には一般のプレイヤーが想像するよりはるかに多数かつ多様な情報の残滓が漂っている。でもこの時足を止めたのは、そのジャンクデータから弱々しく助けを求める声が聞こえたからだった。いや、正確には声ではない。その明滅の中になぜか助けてくれという弱々しい意志を見たような気がしたのだ。作りを見る限り、もともとは何かのキャラクターデータだろうかふと考えた。これって修復できないのかなと少しだけ迷った後、そのデータを持って帰ることにした。単に興味を持ったというより、多分かわいそうだなって思ったんだ。データにかわいそうというのも妙な話だけど、ネージと仲良くなって少し価値観が変わったのかもしれない。あるいは過剰適合をもっともっと活用できるようになろうと柄にもなく前向きになってたのかも。とにかく私はこのデータを元に戻してあげようと決めた。これまでに覚えた知識や技術を総動員し、可能な限り独力で。厄介な体質だけど実際こういう時には役に立つ。どこに問題があり、どこを直せばいいのか判断することができるのだ。どうしてもわからない部分が出てきたら、それとなくネージやスタッフさんに尋ねた。みんな私が何かをしようとしていることには気づいていたのだろう。快く質問に答えてくれた。それから
私は本来の仕事の合間を縫ってこのキャラクターデータを少しずつ修復していった。さてネージ君、君は今回の異常事態発生以前の記憶を部分的に消去されているのだったね。どうだろう、この辺りの経緯は覚えているのかな。いえ、多分消された部分の記憶なのだと思います。もちろん簡単にはいかなかった。ここまで壊れてしまったデータを直すのは初めての試みで、何度も行き詰まった。でもこのかわいそうなデータを助けてあげたかった。加えてそうすればもう少し自分を誇れるようになるかもという期待もあった。大変だったけれど充実した時間でもあったと思う。そして私はとうとうそのキャラクターデータの修復に成功した。外見的には20代後半くらい、白っぽいブロンドの白人男性、宝石のはまった頭飾りをはじめ、黒と赤を基調にした豪奢な格好、ファンタジーゲームのキャラクター、それも英雄とか王様とか偉い立場の人といった雰囲気だけど、 AI なのだろうか。恐る恐る名前を尋ねてみた私に彼は答えた。ガブリエル・ミラーと。今回の記録はここまでじゃな。聞きたくなかった名前が出てきたな。やっぱりあのガブリエルか。風花とのつながりも見えてきた。まとめると、風花さんはデータのかけらとして漂っていたガブリエルの一部を見つけ、そしてそこから全体を再現してしまった。それによりデジタルゴースト未満の存在だったガブリエルは活動するための体を得たと。これは実に驚くべき事例だ。本来あいつは完全に消滅したはずだった。データのかけらが何かの形で残るということももしかしたらあるのかもしれないけど、でもそれがたまたまエール王に流れてきて、たまたま風花の手に渡って、しかも再現に成功してしまうなんて、どんな確率の不運なんだよ。壊れかけたデータを放っておけなかった風花さんはきっと優しい人だったんだと思う。でもその優しさが。ネージュよ、お主はこのガブリエルなるものについて全く覚えておらんのか。ええ、残念ながら皆さんに指摘されて思い返してみたのですが、私が覚えているのはおそらく風花がジャンクデータを発見する直前まで。その後は記憶がすっぽり抜け落ちて、次は俺たちに出会う少し前、異常の発生した世界を風花とさまよっているところへ飛んでしまうわけか。はい、ただダンジョンの中で風花と対峙するあの人を見たとき、なぜか以前に彼と会ったことがあるという感覚はありました。ものすごく怖くて震えが止まらなかった。この記録が正しいのだとすると、スタッフさんたちが殺されてしまったのはやっぱり風花の責任だってこと。恐ろしい力を持った殺人鬼をわざわざ蘇らせるか。これ以上迷惑な話もないだろうな。お前が言うか。大体今そんなことを問題にしても仕方ないだろう。この記録はガブリエルが体を得たところまでだけど、その後はどうなったのかしら。ガブリエルがスタッフさんたちを襲って、風花さんとネージュちゃんは命からがら逃げ出して、そしてキリト君たちと出会った。だとしてもまだ腑に落ちんことが多いの。ガラクシアの異常はなぜ起こった、あるいは誰が何のために起こした。同じくガラクシアのシステムにロックがかけられていた理由、そしてネージ君の記憶が消された理由もまだ明らかになっていないな。隠蔽のためというのはどうだ。隠蔽？大ごとになり、風花は
事態の発覚と問責を恐れた。だから全てをうやむやにするためシステム異常を発生させ大混乱を引き起こした。システムを修復されたくない。ネージュの口から真相がバレても困る。システムロックと記憶消去はそのための対策。こう考えれば辻褄が合うだろう。そんな、落ち着いて。ただの想像よ。しかも根拠に乏しい。風花の仕業であるという推測が可能なら、ガブリエルの仕業であるという推測も同等以上の角度で成り立つじゃろう。真に受ける必要などないぞ。少なくとも今の時点ではな。いい？ネージュちゃん、今あなたがやるべきなのは誰かの想像をいちいち真に受けて心を悩ませること。いえ、事実を確かめ受け止めることです。そうそう、まだ手がかりは残っているし、それを見ればもっと正確なことがわかるだろう。ネガティブになって立ち止まってる暇はないぜ、ネジュ。